にちは、イルコです。今日は皆さんと一緒にアーノルドの話をしたいと思います。冗談はそこまでにしまして、アーノルドについてのね、話をセミナーの中でしたいと思います。アーノルドの歴史、アーノルドも使われている方たくさんいらっしゃると思いますけども、アーノルドの歴史について少し触れていきます。2017年の前、 MTA2.1 からどのように変わってきたのか、だんだんとバージョンが上がってきて、ようやく最近では3.2 で GPU、まだベータついてますけども GPU レンダリングができるようになりました。こういった流れでどのように変わっていたのかを学んでいきます。これなぜ必要かというと、アーノルドのバージョンによってはできるできないとか結構たくさんあるんですね。これを知っておかないと、あるバージョンを使った時にその次のバージョンの機能がない、あるバージョンのことは勉強したけど次のバージョンについてどのような機能が追加されたかわからないということが結構アーノルドの場合は頻繁にバージョンアップしているのが多々出てきます。でそういったところを踏まえて一応使えるようになったというか、バージョンの 2.0 からですね、だんだんとバージョンアップしてきて、最新版はどうなっているか、最新版は 3.2.1 ですけども、どうなっているかというところを学んでいきたいと思います。簡単に言うと 3.2 だとこのような GPU レンダリングがベータについています。 Windows 2.10 だとこういったタスクメーターを見てみると 3D のところが上がっていますね。これ見ると今これは GPU でレンダリングしているところが分かると思います。例えばここに 3D ですけども、 CUDA に変えても大丈夫です。 NVIDIA の GPU 使っている場合は CUDA に変えてもらってもこの記録が出てきます。カタナでももちろんアーノルドを使った GPU レンダリングができます。これは GPU を使ったわけですけども、ここで GPU と CPU を切り替えて、レンダリング結果を見ることができます。ただし今はベータ版がついていますので、ベータは何ができて何ができないのか、そこを知っていくのがキーポイントです。それを知っておくと常に CPU と GPU を切り替えてレンダリングすることができます。 3.1.1 だと何が追加されたのか、例えばこれはラウンドコーナーシェーダーですね。ラウンドコーナーシェーダーというのはこういった隅っこの部分にハイライトをきちっと入れるためのものですけれども、普通だとモデリングで作らないといけないです。モデリングで作ると非常にモデルデータが細かく重くなってしまうわけですけども、ラウンドコーナーシェーダーを使うときれいに出てきます。これが切った後ですね、さっきのがラウンドコーナーシェーダーをつけた後、切った状態、はい、あとはシーンって呼ばれるパラメーターがスタンダードサーフェイスについてきました。シーンはじゃあどこの部分で使われているかというと、この部分ですね、この下の台の部分ですけども、こういった質感を出すためにシーンが使われます。シーンは例えばディフューズラフネスとどう違うのかを見比べた形ですけども、ディフューズラフネスとシーンだと随分見え方が違ってきます。つまり今までは使えなかったということですね。こういった表現をするためにシーンを使うと 3.1 からですので、このバージョンではないじゃないとこういった質感はなかなか出しづらいです。でもう一つ、このバージョンだとノーマルデータのブレンドができるようになりました。簡単にできます。ノーマルマップ1、2、こいつをブレンドしてこういった質感を得るということですね。さあ、そのやり方をここに示していますけれども、実際ここについて詳しく学んでいきましょう。セルノイズシェーダーというものがつきました。今までノイズシェーダーはあったんですけど、このセルノイズはより、詳細な細かい、データノイズデータを作り出すことができます。パターンもいくつかあって、こういったパターンが作れたりとかします。このセルノイズを使ったコースティックスの作り方について少し学んでいきたいと思います。こういった形でね、色を分離して見せることもできます。これがさっき言った色の分離、秀差を出すためのシェーディングノードグラフですね、はい。このバージョン 3.01 からはデノイザーがついています。デノイザーがついても随分時間が出せますけども、実際具体的にどうやって使うのかというのがですね、 Android のサイトに行ってもなかなか丁寧には説明してくれていませんので、デノイジングについての説明もきちっとしたいと思います。サブサーフェイススキャタリング、これはですね、バージョンが変わってディフュージョンとランダムウォークという2種類のサブサーフェイススキャタリングに分かれました。ディフュージョンとランダムウォークの使い方の違いとか、このあたり見ていきます。で、最新版の 3.1.1 では、3.1 ではランダムウォークにさらに新しいバージョンがついています。現在のバージョンと、3種類あるわけですね。その辺の違いも見ていきたいと思います。ディスプレイスメントですね。これですね、よく問題になることがありますけども、ディスプレイスメントの基本を知っておかないとこういった問題が出てきます。これについても学んでいきましょう。これも同じくディスプレイスメントですね、はい。カタナにおけるアーノルドの使い方もここで詳しくやっていきたいと思います。カタナからアーノルドを使って AOV を出す方法について、
これもですね、刀のマニュアルにはあんまり詳しくは触れていません。なぜかというと、刀については書いていますけども、刀上で使うアーノルドについてはあまり書いてないんですね。じゃあ今度はオートデスクのアーノルドのサイトに行って刀で使うアーノルドの説明を見ても、刀については説明は書いていないので、どっちも中途半端になっていますので、ここは一緒に合わせてやっていかないとわからないところになってきます。これは入腔ですね。入腔の中で刀のから出した AOV データを再合成する方法についてですね。もう一つは、入腔とアーノルド、ディープコンポジットについても説明したいと思います。ディープデータをですね、刀から出して、それを入腔上でコンポジットする方法について説明をしています。はい、こういった形でアーノルドについて学んでいきましょう。